重症棟へ入りますか。お？うわあ、何これ、やばさあ、ということでやってまいりました。お久しぶりのノベルゲームなのかな、フリーノベルゲームということで、いやーね、これ大好評なんよ。そうね、めちゃめちゃ面白いっていう風に聞いてて、リクエストもね、数あるもうリスナーちゃんからこれいただいてるということで、はい、こちらのゲームやっていきたいなと思います。看病係、なんだろう、なんか主人公がそのドクターなのかね、で女の子たちがいっぱいいるんだけれども、あのその子たちは全員ちょっとね、なんかわからない訳ありの病気を抱えているという感じで、それをまあどん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 攻略してってね、どういう子なのかとかっていうのを進めていくゲームという風に、僕のおじいちゃんが言っていました。さあ、ということでやっていきましょう。看病係、グロホラー注意、え、やめよ帰る、もうありがとう今まで。あー、かわいそうに、かわいそうに。きっと今日も治らない悲しい傷を背負った子供たち、それでも私はあなたたちを今日も看病します。主人公これ言っちゃってんのかな。あ、うわあ、女の子って、あ、ドクターは女の子なんだ。うわ、これ進められると、なるほど、うわ、いっぱい期待からなんか詰まってるよ、凝縮されてる。わー、目が、あまり良くない幻覚に苦しんでいるようだ。マジかよ、全員幻覚見てんのかね。栄養剤が置いてある、早く元気になれますように。あ、これドクターじゃなくて、じゃナースなのかね。どうなんだろう、この子は。あれ、この子でもタッチできないよ。こっちに行った、あ、行けた。キギーギー、完全に感電死してるこれ電気やん。助けて、やばいよ、僕想像している以上に病気だったなもうなんか、だって喋れないもんね、言語を発してくれないんだけど。この子はガクブル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 、ひどく怯えている、刺激を与えないようにしよう。全員やばいやん、どうすんのこれ。僕本当にできる、これ、このゲーム。よいしょ、この子、こ、来た、あ、目が回ってるよ。楽しい、好き、怖い、嫌い、いい子、絶対私いい子。ちょっとね、サイコパスなんだろうね。いつもより体調良さそう、良さそう、何回、これで良さそうだったんだ。なるほど、もう手取れてるけどね、体調はいいんだね、それね。わからないわ。ニコ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 、こいつの方が体調良さそうだよ、ニッコリー今日も笑顔のままだ。この子はもう退院していいんじゃないかな、そろそろっていう感じで。さあ、このカルテは、子供たちのカルテがあるどのページを閲覧しますか。結構番号が深いね、1000人もいるんだ。結構番号が深いね、1000人もいるんだ。一番だって低いのが高いか、高い番号が1217だもんね、だいぶいるんだね。お、ぐるぐる病、毒性を持った音波ウイルスに侵された状態、視界がひどく歪み、幻聴幻覚があると見られている。痛みを感じている様子はなく、すごくおとなしい。おー、現在は療養カプセルで安静に対症療法をしながら経過を観察中。あ、いろいろ番号、あ、番号、そっか、全員見なきゃいけない一応。ブワブワ病、ブワブワ病、全身が常に焦げ続けている。あー、だから感電みたいな感じだもんな。心臓が熱源と見られるが、詳しい原因は不明。激しい痛みを感じている状態で、時折悲鳴のような乾いた叫び声を発している。現在はこれ、あ、ね、送らせているって。へえ、冷却、痛そうだね。カルテ、またこの子、ビリビリ病、あ、こっちがビリビリなんだ。体の外側から崩れる状態、特定の空気によるアナフィラキシー反応が原因とみられる。周りにあるもの全てに怯えている状態で、刺激を与えると体の崩壊が進行する。現在は治療していると、安静に保護。あー、なんかいろいろあるな。バラバラ病、この子はもう完全に病気なの？それでも生きてるんだね。全身がバラバラだって。黒い、何これ、痔？でもよくいるからね。ワンピースの世界とかでもこういう子いるからね。病気っていう病気ではなさそうな気がするけどな。何でもかんでも病気っていうのは良くないと思うんだけどね。あ、黒いあざか。黒いあざが体に現れている。ほう。出血ではなく、痛みを感じている様子も見られない。日によっては簡単な受け答えができるが、すぐに支離滅裂になる。
現在治療中。じゃあラスト、この子ニコニコニーニコニコ病、目玉が溶け全身に笑顔のような、あこれね痔あえて痔って呼ぼうかな。あざが出ている状態、意識はあるが何かを問いかけても笑い続けている、不明な点が多くある。全然いい子は笑顔っていうものは全然いいと思うけどね。前例もない状態のため現在は療養カプセル内で保護だって、経過観察中。はい、っていう感じの5人いるんだ。ようやく説明が終わったよ。でこれはこのカプセル注射器が置いてある。看護師だったら与えてたのかしらって、この子看護師じゃないの、扱えたのかしらか、看護師だったら扱えたのかしらって、この子は誰、この可愛い女の子は、じゃあナースってで看護師じゃないの、何も使えないのかこれ。あ、主の部屋に入れますか。あ、なんだこりゃ、なんだここはどこだ、再生しますか。はい、お、ねえあんな子供たち早く殺しちゃいましょうよ。私もかわいそうだと思うわ。だけど治らない首を抱えたまま一生療養カプセルの中に閉じこもる方が、あ、苦痛かあら殺し方簡単よ、療養カプセルを停止させればいいのよ。そんなことやっちゃって大丈夫なの。酸素や栄養が止められてそのまま眠りにつくわ。わあ、悪魔のささやきが聞こえてきた。やっちゃおうかな、もう私やっちゃおうかな。でもあ、なんだ、あら、すぐ処置に向かわないと。やばい、なんだもうだるいよ、やっちゃおうこれ。助けて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 、すごく苦しそうだ。やばい、助ける、ぐる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 、なんか出血してないか耳から、ぐる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 、やばい、症状が進行している、これどうやって助けるんだ。お、かくぶるかくぶるかくぶる、ひどく怯えている。お、刺激与えないようにしよう。あー、やばい、全員反応やばいんだけど、バラバラ、てんてんてん、あー、やばいじゃん、もう動かなくなっちゃってる。あの方の言う通りにした方がいいのかしら。優しく声をかける、カプセルを停止させる。まずい、みんなまずい、優しく声をかけてみるか。大丈夫か。いえ、それでも私は看病しかできなくてごめんなさい。私はあなたが一人きりで頑張っている姿をちゃんと見ていたわ。だからどうか少しでいいから、これからは誰かに頼ってほしいわ。誰これ。お、優しく声をかける。あー、で今声をかけたのか、そういうこと。てんてんてん、あー、少しだけ穏やかな表情をしている。良くなったのか。なるほど、よかったよかった。でもこの子ずっとニコニコしてるけど、ニコー、今日も笑顔のままあ、でも全員治ったのかね、どうなんだろう。ガクブルガクブル怯えている。刺激を与えない。これは、この子は、うわー、助けてー、苦しそうだって。でもこの子たち苦しそうじゃん。大丈夫、ぐる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 、出血してるよ。この子に至ってはもう出血してるからね。どうかあの子たちのためになりますように。お、苦そうな水薬、水薬っていうのかな。でも他の子だってもなんかできないのかね。一人だけで救ったの、黄色の子が一番こうね、やばいけど、こっちは重症と静かにしなきゃ。あ、さらにやばい子たちがいるの。それは関われないよもうこっち行く、じゃあ帰る。帰れないんだけど、セーブとかもできるの。あ、できた、でこれ入れるけど、入ってみろ。でもう一回つけてみる、再生しますか。はい、助けちゃったからね私。ふざけないで、子供たちを殺すなんて残酷すぎるわ。どういうことさっきの言ってることは全然違いますけど。今はまだ治療方法が見つからなくても、私たちが頑張ればあの子たちも癒される。私は絶対にあの子たちを救いたいの。だって、はあ、めんどくさいわね。あ、天使と悪魔ってことか。全部終わらせたら私たちだって楽になれるのよ。早く全員殺しちゃいましょうよ。そして私たちも楽になりましょうね。ダメ、絶対にダメなんだから。なんだろうこの再生は。女の子が、なんか女の子絶対秘密ありそうなんだけど、その前に過去にあった出来事みたいな。今度は誰かしら。あ、やばいよこの子が、絶対やばい気がする。助けて、とても苦しそうにしている。この子絶対助けないとまずい。優しく声をかけよう、やっぱり生きてほしいから。あ、また天使の声。看病しかできなくてごめんなさい。大丈夫だから、きっと気持ち悪くならない日が来るわ。どうなるかなんてわからないけれど、私はそう信じ続けるわ。てんてんてん、頑張れ、治れ、良くなるのか。声をかけるだけでそんなになんか元気になれるのね。大丈夫
少し落ち着いたようだ。おお、よかった、危ない。でまたでもあれなんでしょ、この子たちは声かけられないよね。お優しくできないわ。元気か元気か、お前も元気か、バラバラの少女アリタアリが欲しいのかな、アリ食べたいっぽいね。ありがとうって言ってんのか。あ、そういうことね。よし帰りましょう。再びちょっとテレビを見てみよう。再生します。よかった、でも救えて。あの子が心配、一番苦しい思いをしていても一番私たちに向き合ってくれた。終わり嘘やろ、もう一回再生していい？なんだお前そりゃ。何の話をしてんのか、もうさっぱりわけわかめだったよ。またなってるよ、毎日忙しいわね、ストレス溜まってるよこの子もね。絶対ストレス溜まってるよね、今心の声漏れちゃったよ。ぐったりしている。やばい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 、私はどうすればいいの。優しく声をかける。はい、早く戻ってきてよ、なんかお医者さんとか注射の人ね。あなた治すことができなくてごめんね。わあ泣いちゃった、女の子。あなたを怖い言葉から守れるように強くなるわ。あなたを怖い言葉から守れるように強くなるわ。何語だから早く回復して一緒に素敵な言葉を探しましょう。おお、それまで今はゆっくり休んでいてね、大好きよ。誰がどの子にどういう風に言ってるんだこれ、てんてんてん。おお、なんかもうこの女の子の言葉の声のかけ方が食レポみたいになっている。作品みたいな声のかけ方したな。あ、今幻聴が聞こえてるから。おお、さえずりが、そうだよね、なんかすごいことになってる。この子大丈夫かな、ニコニコずっとニコニコしてる。この子は病気になることなさそうだけどね。この子は感電子くん、感電子ちゃん、フレが増している。やばいやばい。でもこの子治ったのかね。笑顔になってる。でも血はすごい吹き出てるけど、眠っているようだ。寝てんだあれ目かっぴらいてたけど、よくわかるな。そうなの、てんてんてん、眠ってるんだねこれがね。館内奥が深いですね。入りますか、入ろう。さあこちら再生します。さあ、あ早く全部終わりますように。ねえ、もちろん殺してくれているわよね。まさか看病なんてしていないでしょうね。まあいいわ、何を選んだってあなたは壊れるわ切れちゃった。白いのが悪魔の方なんだ、マジ。あー、またブーブー、今行くわ。やばい、この子もだいぶストレス抱えちゃってるよ。どの子なんだろう次は。かかか、あー絶対この子やん。もう小刻みに揺れている。もう震度7ぐらいあるよこれ。いつもよりひどい、もうどうしたら。優しく声かける。早くそこから出られるようにずっと願っているわ。うわー、もう泣いている。もう病気に怯える必要はもうないから、たくさん頑張ったのね。それだけであなたはとてもすごいもの。少しずつうまく付き合っていけますように。わー、いい、この子の声な、いいな、僕も声かけてほしい別に病んではないけれども、頑張ってるのかなって言われたい。なんだこの子、めっちゃいい子やん。声かけてほしいわ。なんでって、僕空気って言わなかった？ちょっともうあまりにも感動しすぎてどんどん読んじゃった。まあでも声かけてあげたからね。僕の頭が病気になっている。だいぶ疲れが見えているんでしょうかね。てんてんてん、眠っているようだって。もう完全に開けてんだけどねこれね。さてよし、この状態が終わったから、おいおい、私は負けないからな、私は負けないぞ。再生する。さあ、お、来た、また討論してる。ねえあなた、さっきから誰と話しているの？ここには私たちと子供たちしかいないはずでしょ。やっぱり気づいていなかったのね。あなたの方が小さいから私には見えないのよって。ん、何の話をしてるんだそんなまさか。じゃあなたが干渉しているのって。てんてんてん、気づかなくてごめんね、助けてあげられなくてごめんね。あなたのことを私は信じているから、どうか惑わされないで。うん、わかった、惑わされない、頑張るよ。次は、あ、でももうあと5人のうち、なんか4人もやったもんね。あとニコニコちゃんだけじゃない？ほら、てんてんてん、なんだか調子が悪そうだ。おお、この子だ絶対。優しく声をかける。どうして迷っているの？私にできるのを見守って看病することだけ。治療も殺す権限も私にはない。あー、なんかもう全部見えちゃった感じがして、すごいやらしいなすごくやらしいぞ。大丈夫かこれは。何もできないけど、私はあなたが笑う理由を悲しいほど知っているわ。なんかエモいな、この声のかけ方はエモすぎる。無理をしなくていいという言葉を信じたあなたは裏切られてしまったけど、嘘があるなら本当もある
と思うの。てんてんてん。泣いちゃうよそんなこと言われたら。ニコニコじゃなくて。今日はもう看病日誌を書いて終わりにしましょうって。え、あ、終わっちゃうのこれ。え、これが一日だけなの。あー、なんか部署言ったぞ。え、今の音は大丈夫か。看病日誌書かなくて大丈夫そう。さてと、てんてんてん、今日の日付、子供たちのこと、あと必要なのは、てんてんてん。お、あ、なんだ。新刊2名療養カプセルの準備をお願いします。また新しく増えるのかよ。繰り返します。マジかよ。新刊2名療養カプセルの準備をお願いします。あら、療養カプセルの空きなんてもうないわ。どうしたらいいのかしら。4名新しくカプセルお願いします。もう無理だ、助けてくれ。繰り返します。新刊4名新たに療養カプセルの準備をお願いします。そんな、もう場所が。そうだ、10秒と10秒とのカプセルを。あ、つか。あ、新刊1名。やばい、1名。あー、どんどんいる。なんだこの女の子たちは。てんてんてん。あ、重症か。重症とね。繰り返します。てんてんてん。もうどんどんなっちゃってる。やばい。あー、すごいわ。エンドに永遠。うわ、これで終わっちゃうんだ。エピソード1。マジ。あ、で、いっぱいもう看病私できないってなって、最終的には死体まみれになっちゃったのかな。もうやっぱ誰かを助けるためには誰かを失うからな。全てはうまくいかないんですよ。始める。でもまあまあね、もうあと普通にやるだけだからいけそうだけどね。これでエンドか。なるほど、はい。あー、かわいそうに、あー、かわいそうに。きっと今日も治らない悲しい傷を負った子供たち。え、逆にさ、じゃあこれさ、全部さ、カプセル抜いちゃったらどうなるんだろうね。ちょっとやってみる。ごめんね、そんなことやりたくないんだけど。ちょっとエンド確実に見えるのはそれだもんな。ギャーギューギャー、助けてくれって言ってる。ちょっと全部止める。うわー、やだ、残酷。決してね、これはね、エンドを見るっていう感じのやつなんでね。皆さん、僕が悪役なわけではありません。全員やってやれや。任せろ任せろ。あー、もう疲れちまったからね。よ、来た。あ、こいつは悪いやつだ。ねえ、あんな子供たち早く殺しちゃいましょうよ。わかった。私もかわいそうだと思うわ。だけど治らない苦痛を抱えたまま一生療養カプセルの中に閉じ込める方が残酷だと思わない？あら、殺し方簡単よ。カプセル停止させる。オッケー、わかりました。眠りつくわって、早く寝させようぜ。ギャーって言ってるよ。はいはいはい、走って走って走って、もう時間ないから、タイムイズマネー。あ、この子じゃないか、このバラバラちゃんね。バラバラちゃんだと思ったから、はい、こうね、もうやばいです。これはカプセルを停止させよう。ありがとう、バイバイ。今まで看病しかできなかったけれど、これが私にできるあなたへの最後のこと。あー、ごめんね。バラバラ病の魂を手に入れた。なにこれ。この子は苦しい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 。やば、やってるわこれ。やばい、僕マジやってるわこれ。入りますか。再生したらどうなるのかね。絶対違う物語っぽい気がする。あー、12月17日。なに、難しくてわからなくなっちゃった。この子のエピソードってこと？さっき殺しちゃった子の？大人の言うこともパパとママの言うことも学校の先生の言うこともクラスの子供たちの言うことも先輩の言うこともきっと正しい。だけど私の見ているものはみんなと違うみたい。あれ？あれ？ここはどこだろう？どうしてみんな空を飛んでるの？あれ？あれ？私何なんだっけ？どういう、その子なのかな。バラバラになっちゃった子なのか、この女の子の過去なのかは、どうなんだろう。再生ボタンでもできないね。あら、今度は誰かしら。お、まあでも多分病気になっちゃった子だと思うんだけどな。あー、声かける。よし、停止、さなら。頑張って、ありがとうね。またなんかいいことがあったら、全然気軽に誘うから、LINE とかするからさ。ごめんね。ブワブワ病の魂。うわ、やばいよ、これ。ギャー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 。再生しますか。この子の過去かな、次の子。あー、黄色だから絶対そうだよ。2月14日、好きな人に告白されたの。君が好きです、付き合ってほしい。これ絶対浮気パターンだ。これはわかるぞ。バレンタイン、そういうこと。とっても嬉しかったのだけど
けどね、同じくらい気持ち悪くなっちゃったの。そしたら好きじゃなくなっちゃった。あ、でも浮気とかじゃないのか。好きなのに気持ち悪くて嫌いになった。なんかいろいろいざこざみたいなのがあったのかな。きっとこれからも同じなの。誰のことも好きになれない。気持ち悪い気持ち悪い。私を好きにならないで。え、蛙化現象。何蛙化現象って。蛙化現象、蛙化現象とは、片思い中は相手に夢中だったけれど、両思いになった途端相手が気持ち悪くなったり興味を持てなくなってしまうこと。あー、なるほどね。へー、ちょっとやっぱ蛙化現象あるよね。まあ蛙だよな。産みすぎかな卵。だいぶ産んだからね。そう、オタマジャクシになるまでがやっぱ辛いっていうところあるからな。毎日忙しいわね。だんだんストレス抱えてるよ。もう死にかけじゃんこれ。息の根を止めてんの。あー、この子も化石になってる。次はどの子だ。カクブルカクブルカクブルボクブル。震えが増している。ではないね、この子は最後だったもんね。じゃあ左の子かな、多分目飛び出てる子。うがっ、ぐったりしている。やばい、どうしよう。こうカプセルを停止。まあそれしかないんだけどね。あなたを守ってあげられなくてごめんなさい。悪い幻覚にうなされてる前に行って。行ってさよなら。お、また連絡先はさ LINE でしてもらって。ごめんね。ぐるぐる病の魂を手に入れた。いや、ぐる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 。パチンパチンガシンガシン、パチンパチンガシン。再生するか。なんだろうねこのぐるぐるの子は。10月24日。怖い言葉をね、いっぱい聞いていたら言葉の意味がわからなくなっちゃったの。だから痛くも痒くもないんだ。はあ、そしたら世界もキラキラで可愛くてふわふわで優しくて。おい、見えてるよ、赤いの見えてるよ。とってもとっても明るいよ。明るくないね、全然ね。だから何を言われても大丈夫なの。あとね、妖精さんの言葉の意味はちゃんとわかってるよ。綺麗でキラキラだからかな。やばいって、もう行く前から手遅れだったよこの子に関しては。やべやべ、今行くわ。お、もうバタコさんみたいになっちゃってんじゃん。アンパンマンって言って新しい顔。カカオブルブルカカオ。この子だろうな多分。次いつもよりひどい声をかけるか。あー、ダメだ、死なせないと。死なせないとって言い方はちょっと良くないけど。お、頑張ったわって。もう空気に怯えなくていいの。だって楽になれるから。あー、ごめんね、ビリビリしてる。あ、う、あ。でもこの状態だったらさ、もう早くさ、ねえ、眠った方がいいのかねって思っちゃうけど、再生しますか。はい、よ、4月20日。だってね、だってね、空気の読み方を教わったら空気が吸えなくなっちゃったの。空気がチクチクじわじわ痛くて動けないの。昔は空気の読み方がわからなくて怒られてたから気をつけなきゃって思って頑張って勉強したのに。どうしようどうしよう、苦しいよ。やっぱ空気読みやらせた方がいいよこの子には。アプリ最近ね流行ってますからね。やっぱね3まで出てるから、まずは1までねちょっとまずやってもらって。そうだね、そっからかな。やっぱリアルな方でいくとさ、空気読めないみたいになっちゃったりとかするからね。ゲームだったらね、読めなくても怒られないから。はい、という感じで最後ねやっていきましょう。なんだか調子が悪そうだ。全然ニコニコしてるけど。停止させるか。これさ閉じたらさ、ニコニコしなくなっちゃうんじゃない。誰かが終わらせなきゃ。看病だなんてただの偽善よね。私も後で行くから。だから先に。あー、ごめんね。ニコニコ病。おー、全部の玉入れちゃったよ。今日はもう看病日誌を書いて終わりにしましょうって。いや、もうこれ全部終わりなんだよね。おー、ずう、あ、あ、へえ、アイテム、アイテムいっぱいあるよ。やばい、ビリビリの病。あ、なんかでも机ないわ。とりあえずさ、日誌書く前にこっち行ってみる。いけるっぽいよね。記録して、はい、再生しますか。再生しよう。お、あー、さっきのこのね、バラバラ、ね、ニコニコの記憶だ。11月30日。疲れちゃってたの。それでね、同じくらい疲れてるお友達ができたの。同じ気持ちを知ってるから、お互い無理をしないで話そうねって。だから無理をしないで話してたの。でもね、冷たい人って言われちゃった。ごめんね、ごめんね。冷たくないよ、ほら、ニコ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 。いや、怖えんだよ。めちゃめちゃ怖いんだよ、そのニコニコが。やめて、もう私を困らせないで。今の
音、うん、看病日誌書かなきゃ。これでさてと日付、子供たちのこと、あと必要なのは点点点。お、あ、また新刊2名、療養カプセルの準備をお願いします。繰り返します。新刊2名、療養カプセルの準備をお願いします。点点点。お、今行くわ、みんな楽にして。うわ、私も今そっちに。え、うわ、あ、違う、エンド4、幸せ。うわー、怖ー、深いけど怖そういうことか、言っちゃったのか。いやー、まあそうだよな、だって5人も殺してたらさ、ちょっとね、自分も病んじゃうもんね。自殺しちゃったのか。殺して私も行くエンドね。あー、幸せっていう、死ぬと合わせで幸せ、何うまいこと言ってんだよ、やめろ。全然幸せじゃねえよ、生きてくれよ。別エンドはどれなんだろう、何が別なのかがわからない。ちょっともう一回初めからやらないとちゃんとわかんないよな。他には半分ぐらい、日誌を書く前に部屋に入って動画を見るとエンドが変わる。真ん中の部屋、あ、動画見てから、これの動画を見てから真ん中の部屋に入れるんだ。あ、よかった、セーブしといて。あ、全員助けた時はちょっと見てなかったけど、あ、今のビリビリっていう音でここがロック解除したのか。入ってみよう、鍵開いてる。そうだわ、重症棟の子も助けなきゃ。ほう、重症棟へ入りますか。お、うわー、何これ、やば。あら、誰もいない、助けてあげなきゃいけないのに。でもこの療養カプセル作動しているみたいね、助けてあげなきゃ。カプセルを停止させる、全体のっていうことなのかな。うわー、あ、怖っ、あ、いやー、苦しい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 、終わったー、なんだこりゃー自分が入っちゃったってこと、自分のこと、これ影武者とかじゃなくて自分が重症だったってこと。はあ、怖ー、なんか鳥肌立つんだけど、どういうこと、自分、あ、そういうことか、全部あの5人は自分だったってこと。そういう、ん、だから最終的に全部息の根を引き止め、じゃあ、あのナース自体は何だったんだろう、妄想の中のやつだったのかね。相当重症じゃん。じゃあエンド5バイバイ。マジか。ちなみに5個エンドがある中のもう3つ終わったってことだよね。なるほど。助けた後に西じゃなくて部屋に入るとエンドが変わる。あー、マジか。おー、待って待って、その間になんだなんだなんだ、怖いね急にね。あー、ナンバーズ、おー、何々病、はい、周期的に姿と容態が変わる。ってことは、だからさっきのカプセル、本来は子供だが時間が経つと大人の姿に変容し、自分自身に関する記憶を失ってしまう。再び時間が過ぎると子供の姿に戻るが、その際に体が完全に石化し、意思の疎通が取れなくなる。一定期間が過ぎると石化が溶け、大人の姿に変容する。大人状態でも中身は子供のため、隔離と拘束が必要とみられる。だから絶対あの子だったっていうことでしょ、そのさっきの5人は。なるほど。これでいいの。さよなら大嫌いな世界、さよなら大嫌いな私、バイバイ。あ、え、うわー、なんかこれすげーなー、マジかよー。じゃあ全部ちょっと助けてみての、わ、セーブしてなかったで、全員助けるエンドするか。このてかさ、ムービーは何なんだろう。これは自分の中の天使と悪魔っていうこと。優しく声をかけて、あげるよ、声かけるわよ、あなたは生きてね、てか私なんだけど、これ助けようとしてるの私なんだけどね。血吹き出てるよ、大丈夫か、頑張って声をかけよう。はい、できるできる、君ならできる。もう松岡修造さんだから、修造チャレンジ。はい、できる、君ならできる。あー、血が出てるけど眠っている、話す。こんな感じで本当のことも嘘もある。おー、ライアーゲーム、ライアーゲームだよ。はい、ここ重要です。わ、なんだ今の音は。はい、これ記録5に書いとこう。で、記録は見ないんだっけ、見ちゃまずいんだっけ。さてと、今日の日付、必要なのは点点点。あ、やったわこれ見たらさっきと同じエンドか。あー、やったやったやった。4名入ってもう無理だってなったんだろうね。で、終わっちゃったやつ。おー、もういっぱい
ぱい転がっちゃって私も無理だ。やめて。ちょっと主の部屋に行きます。さあ何が待ち受けられているのだろうか。ここの部屋に入って行きたいなと思います。再生。さあ、あ、悪いやつや。ねえ、どうして、どうして子供たちを生かしておくの。なぜ抗うの。もう楽になったっていいじゃない。一緒に死にましょう。早くここにいる私たち全員生きることから解放されることが今一番手に入れられる幸福だとどうしてわからないの。私はやっぱり誰も殺したくない。誰かに傷つけられて今までたくさんの私たちが殺された。だからせめて私だけでも私の味方でいなきゃって思ってしまったの。そんなの、そんなの自分ですら見抜くでたまらないのに。気持ち悪いわ、気持ち悪い、あー気持ち悪い。私はいつだって自分なんか消えてしまえばいいと思ってるわよ。私のことなんて誰も必要としてないわ。私たちにはあなたが必要よ。私はあなたの中にいる小さな私でしかないから。自由に動けて好きなことができる、そして何かを思うことができる。あなたは私たちの神様。一番危険な場所にいるのも知っている。何よ、犠牲者、ナルシスト。そんなに言うかお前。結構えぐられたな今。ナルシストは言うなよ。さすがに楽になっちゃえばいいのに。早く死んで楽になっちゃえば全部全部終わるのに。私を苦しめてきた奴らも全員私が自殺してそれで一生後悔して罪悪感に苦しめられればいいのに。全部全部呪い合って壊れて消えちゃえばいいのに。もう何もかも大嫌い。バカ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 バーカが見る豚のケツ、アホが見る豚のケツ、アホが見る豚のケツ。てんてんてん。生きてて偉いな。大丈夫じゃないけど私の中には私たちがいるから、何度傷ついても私が看病する。だから。おお、ハッピーエンド、ブラボー。わー、マニューションパンデンリンタイムチェイメンジュンフィー。え、すごい、救えたってことか。自分で自分の心をこれ乗り越えたってことだね。ほー、ハッピーエンドだ。え、結構すぐ回収してるな。いや、こんなうまくいくか。あ、泣いてる。感動の泣きなのか、それとも苦しい泣きなのか。あ、エンド1、強がり。よかった。まあでもこれがハッピーエンドなんだろうね。なるほど。いや、素晴らしい。で、これはもう真ん中の部屋には行けないのかね。これでさ、今全部終わったみたいなこと言ってるじゃん。真ん中の部屋も鍵がかかっている。こっちは、あ、鍵かかってるからダメなんだ。でも見たし、見たから、じゃあもうあとは1個ぐらい、なんか半分倒して半分やる的な、そういうことかな。それでいけるのかね。ここどこぐらいがいいんだろう。半分半分ぐらい。全員助けてるからまた全員倒していいかな。はい、じゃあこの子だけね、もうサイコパスですが、まあね、ちょっと血出てるからもう助けようもないでしょ絶対。カプセル停止させる。あなた守ってあげられなくてごめんなさい。おー、うなされている。さよなら。あー、ごめんね、ぐるぐるの魂。はい、さよなら、バイバイ。マサラタオニー、さよならバイバイ。俺はこいつと旅に出る。ピカチュウ。サイコパスやん普通に。そうなったら中途半端にやったことによって、さてと日記を書いて、あと必要なのは点点点。お、日誌を書くとどうなるんだろう。あ、ビデオ見てなかったけど大丈夫かな。私は何を、あ、変わってる。ん、あ、女の子。エンドさん、もやもや。あー、やっぱ中途半端だと中途半端な感じになっちゃうのね。なるほど。てんてんてん。え、ん、は、なんだ今の、何のてんてんてんだったの。終わった。あ、終わっちゃった。うん。え、なんかまだありそうな気するけどな。あ、全部エンド回収した。疲れちゃった。エピソードもあるもんね。あっちには入れないのかな。じゃあこれ、なるほど、鍵かかってて最後に日誌書いて、まあ終わりみたいなね。え、なんか最後モヤモヤで嫌なんだけど。なんで最後モヤモヤでこれ終わるの。僕いいんだけど、全部回収しちゃってね、無事クリアだけどさ。な、僕が一番モヤモヤする。何これ、モヤモヤ。終わったよ。てんてんてん。全部見たけどさ。やっぱハッピーエンドから終わらせばよかったな。モヤモヤだよ。このゲームはモヤモヤゲームでございました。
最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。